皆さんこんにちは、桜井真隼人です。今日はね、大月さんね、大月荒木さん、恥ずかしいわ、ね、レジェンドね、となんかすげえもう始まってるとね、ちょっとサッカー観戦ねやりに来たということでね、これ渋谷の真ん中に来てますね。おお、なんかやべえ、すっ飛んでる。また練習お願いします。本当に練習来る？行きます。ぜひぜひ、いや大月さんって、はい、いや俺より実際2歳ぐらい年上なんですけど、あの敬語やめてくださいってさ、ちょっと、もうすごい、すごい健康系な謙虚。謙虚な人。俺の方が年だと思ってる。いやいや、マハさんから。すごい、それでバリバリキックの試合、あんなに壮絶な死闘を、しかも今もう超一線上にいるっていう。いやいや、俺ら2個上だよ、やばい。しかも総合だったらまだほら打たれないし、まだほらテクニックでカバーできるけど、ほらね、打撃の試合ってほらもう結局あんまりカバーできないじゃん、そんなに。だからもうすごいかなりダメージあるね、あると思うんだけれども、ないんですか？確かにあの鼻も曲がってないしね、俺より 俺もフランクトリックとかもね、え、あのアンデソン・シューバーとかね、ビクトリー・アローナとか、あれなんだっけ、そんなのとかさ、すげえもう外人バンバンやらされたんで、もう、まあまあ、もう身も心もボロボロですけどね。でも心は回復してきたけど、どうですか？またそんなんとって、まあまあけど、打撃っていうのはやっぱりその、感覚もそうですから、基礎練、基礎の練習をたくさんして、基本に忠実にやってれば長く続けられるかもわかんないです。でも基本に忠実にやってて長く続かない人もいっぱいいるわけじゃないですか。それは、まあ、それはやっぱ誘惑に負けるやっぱ自分に負けるっていうことですね。自分でないです。まあ結局、な信念です。ああなるほど。戦いたいかどうかっていう。ああなるほどね。そうじゃ、今でもやってるっていうのは人殺したいんでしょ。殺したい、俺はラブ&ピース、愛と平和。いや、それは建前です。愛と平和。違う俺は違う。俺ね、あのだったらそういう感覚だったらば、俺は自分が壊れてみたい、っていうのが本当の心境。人を殺して自分が死んでしまう。人はね、人はってあんまり興味がないですね。ただ自分がなんていうか、あのどこまでやれるかとか、自分が壊れてみたいだけ、コーナーコーナーにって。結局強いやつと戦いたいですよね。退屈に飽きちゃったダダダッつってコウモテルさんの歌ですね。あと俺マッハさんと手合わせした時に感じましたもん。あ、この人超ド S だと。ド S、 あ、まあまあ試合はそうです。それは試合はそうですね。練習もド S でした。本当にそうですよね。中野と話してて、いや、でもね、いや、もう、こんなもんね、やられてやな、俺はテクニックは、テクニックだけですよ、あの、あの野郎って言ってました。いや、あの野郎って、いや、いや、大塚も思った俺はやっぱりやられてると思いました。思った。そんな思い出でした。ただ、怖いから、なんかないし、怒らせたらまた、優しいよ、俺、超優しいよ。怒らせたら、いやいや、怒んない。ひどい目になるから。怒んない。いや、怒っても、そんなこと言ったらね、某ね、あのね、青丸青木いや、とかもう散々怒らしいで、もう、まあもう、まあ3回連続で勝っていう、はい、まあけど、まあまあね、青木は青木で、まあね、青木選手同じチームですもんね、大輝は。
あいつは別に全然友達じゃないっすよ。いやいや、まあまあ友達じゃなくてもいいんだけど、あいつは友達じゃないけど、うん、まあ練習を何回もしてる仲間、うん、仲間でしょ、うん、はい、うん、別にあいつとは友達じゃないんで。じゃああれですか、大塚のことも怒らせたりしたんですか。あいつ全然怒らしません。はい、天下の大月さんを。違うんですよ、付き合いですよ。でも本気であれ、あの、まあ言っては失礼だけれども、まあ、まだまだあいつには負けないでしょ。どうですか。あ、でも結構打撃強いって話なんで。強い、あ、強いんだやっぱり。体重に教わって、あ、あのテクニックとか、まあ知れてると思うけどね、はい、ぶっちゃけ。そう、まあ、あいつだってアマチュアの選手壊しますからね、青木真也さん。それはまあ被害者の会、まあまあ、あの被害者の会いやいや、まあ道場やってないっていうのが強みだよね、そこはね。まあ、ある、まあ、道場ほらやってて、俺なんかさ、それやっちゃうともうみんなやめられちゃうからさ、はい、そこはやっぱ気使うけどさ、ね、道場やってないとやっぱね、うん、そういうのびのびね、できるよね。そうですね、まあ、そういう。だから俺も結構こうでけえ子の人にはね、思いっきりできるんだけど、はいはい、ね、だからまあこの間一緒に練習してね、まあまあまあいろいろねありますけれども、まあ、でけえ子の人はやっぱり、ね、結構いい、なんていうかね、練習できますね。試合になってますね、でも同情生はさすがにちょっと気使わない。同情生はダメ。同情生はもうね、接待スパーなんで、はいはい、接待スパー。同情生は愛が必要です、うん、接待スパーですよ、はい、本当に。お金くれてますからね、うん、はい、仕事になります。そう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 、はい、本当にそうです。そう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 。いや、ところで今からサッカー行くじゃないですか、はい、どういうところがやっぱりこう興味っていうかありますか。日本に頑張ってほしいぐらいです。もちろんもちろんね。でも日本の選手ね、今だって僕はホンダの選手大好きな。ああ、そうですね。ホンダ選手でもね、あの、あれでも公言したんですか、病気、バスド病、あ、そうそうそう、ね、あるからね。バスド病、私もほら医療免許持ってるんで、はいはいはい、やっぱりあのバスド病ってどういう病気かって結構あの知ってるんで、うん、まあ大丈夫かなと思うけど、まあ、まあ、でも、うん、超一流の点を取る人ですからね、うん、あ、その病気とかのそういうハンデを乗り越えて、うん、あの日本最高のチームに入って、うん、その多分監督さんも多分すごい信頼あると思うんですよ。長友選手なんかもそうですよ、ね、そうだよね、信頼してますし、俺はやっぱ本田選手です。いいね、本田選手のあのね、子供の頃の手紙知ってる。なんか俺はもう世界一になってプロどこどこのね、どこどこのどことプロ契約してグッズもいくら売って年収は最低5億円とか書いてあって、あ、そういう子供の子、有言実行の、要するに有言実行のやつをね、あのやる、あのホンダの手紙、あの未来の自分に対する手紙が有名なんですよ。それ一郎も書いてるんですよ。あ、うん、それがホンダもすごい有名で、あとあのネットで見てください、あのホンダの手紙って未来の自分に対する手紙が、だ有言実行なんですよ。いや、けどやっぱりすごい信念の人、信念の人だね、うん、俺は大好きです、うん、でやっぱ病気してもやっぱりあの、ね、そんな小さい、そんなんてもうテクニックでカバーできると、まるでね、大塚荒木さんみたいなね、いね、感じでしょ。マッハさんはやめて、まるで大塚さんとかって言うねんみたいな、大月でいいよ、大月で謙虚だから謙虚だから、俺敬語で言うと怒られるからね、もう本当に。だって佐藤ルミナさんの誕生日が1日前って聞いただけで、はい、ははって敬礼ってピッて本当1日前ですか。そうなんだ。で ルミニーって言いますから、ね、ルミニーって本当ですか。ルミナさんどんな会話なんですか。ルミナさんと、うん、そのもうルミナさんからするとあの、うん、ま、守の関係もあるんですけど、うん、あの大月くん変態ですかって変態扱いされるんですよ。変態ですか。何が変態か分かんないんですけど変態扱いされるんです。そうですか。なるほどね。まあ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 ね。でもある意味ね、強すぎるのも変態ですからね。本当に強すぎるの。強くないですよ。いやいや強いでしょ。あなた強くないったらどんだけのしかばねがあるか後ろにあるんだっていう。何言ってんすか。伝説じゃないですか。もうボコボコにしちゃいました。いや違う違う、それは違うよ。あの時やって勝ち起こったじゃん。いや違う勝ち起こった。違うボコボコにしてない、してない。また始まった。この人また始まったよ。相手やっつけてよ。US 感があるんだな、この人。いや、ないあったよ。いや、あのだからさっきも言ったように、出稽古の人だけは伸び伸び練習させてもらえるっていう、あの
ブレイクドリーム、ね、あのあるでしょ、同情生にはあの、うん、接待スパーです、いつももうやられて、ああやめてって、ああみたいな。まあけどトッピーさんがまたやりたいですね、うん、トッシーさんね、トッシーさん、中村トッシーさんね、はい、やりたいですね、うん、運転手さんあと何倍着きますか、あと土下座で降りてくるだけなんで、もうもう着く、本当ですか。すげえもう始まってる、どうね、ちょっとサッカー観戦ねやりに来たということでね、これ渋谷の真ん中に来てますね、おおなんかやべえ、すっ飛んでる、おおなんか大丈夫か、やべえ、いやいや、もう始まってんの、なんかこのスクランブル交差点の今なんかもうお祭りみたいな、いやまだね、どの口になるんだよ、お疲れ様です、今日は盛り上がって頑張ってください、やっぱりいや、なんかみんなすごいね、この一致団結感が、このなんかやっぱ渋谷聖地だね、この一致団結感がすごい、だからみんな頑張りましょうとかさ、やっぱこうやって必勝って、ほら俺でかいよねこれね、事務所に置いてあったこのやつまきね、原田からもらったんだけどね、これ絶対日本勝ってほしいでかで、そうっすね、点数取れたでしょ、やっぱ大迫効いてますよね、やっぱり、あー、後半はどうなると思いますか、後半、まあでも、後半はいい感じに日本が1点決めてくれれば、ね、いい感じ、欲しいっすね、1点、ね、本田がいるからね、本田が入れます、ね、頑張りましょう、どうも、どうも、いやー、インターバルの時も、なんかもう、みんな寝ちゃってるね、これ。みんな寝ちゃって、大津さん眠い？眠い、まあ、もうまだ後半あるからかね、寝てる場合じゃないよ、もう頑張んない、眠い、実力差はありますね、あ本来の下馬評ではね、
だけどやっぱりあの試合ってやってみないと分かんないからね。それはそうです。うん、何の格闘技でも、ね、最後は気持ちですよ。あ、最後はね、見せるんだけど、まあ、俺の疲労的にはあれがない方が、あのなんかこうなんていうの、ギリギリ負けたってのが一番悔しいです。ボコボコに負けんならまだ諦めがっていうか、ほら前半さ誰か言ったけど3点ぐらい取られたらもうダメだって、ね、あのベルギーにもうそんぐらい力ありますからって言って、本当3点取られたらどうしようかと思ったけど、でもこれね逆に日本取っちゃってさ夢を見せてもらったけど結局疲れたね。それを覆されてさって感じでさ、確かにどうでした。いやーまあけど楽しい、面白かったですね。うん、これはキックにもつながるかな。全然格闘技につながりますよね。最後まで諦めない気持ちですね。いやー前半はほらなんか0対0ってねだったけど、後半なんかさ行って入れたらみんな寝てるやつが起きたりしてね、すげー盛り上がってさ、わーってなったけどさ、もう1点入れたらもうみんな勝ちムードじゃん、勝ちムード、おーってこれはみたいな。そしたらまんまとね連続ボンボン入れられて、まあ、逆転されましたね。まあそれが実力ですか。でもなんでって言ったらね、さっきの人は気の緩みたとか言ったけどね、まあスポーツってほらそういうもんだから気を緩ます、はい、アンドね、ずっと硬直してたら逆に動けなくなるしさ、緊張ダウン取った後に剣を負けてありますもんね。そうダウン取った後に一本負けありますもんね。しょうがないです、勝負の世界ですからね。帰って寝ましょう。寝ましょうか。私中卒やからね、仕事をもらわれへんわと書いた女の子の手紙の文字は隣ながら震えてる。ガキのくせに途方を打たれ、少年たちが年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです、昨日駅の中階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄ら笑い。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。
戦わない奴ら笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら